こんにちは、ヒロジーです。この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、黒川温泉2泊3日の旅、2日目の続編になります。私は今、瀬本松並木と茶小屋という旧跡にいるのですが、ここは、九十街道という古の街道があった場所で、当時は、旅人の休憩場所となるお茶屋がこの辺りにあったことから、茶屋の春と言われるようになったと言われています。この後私は、王子の姿を残している松並木の歴史街道、瀬本松並木を、旅人の気持ちになって歩き、それから今日の宿がある、黒川温泉へ向かいたいと思っています。今日の宿泊先は、黒川温泉の田野原川沿いに立つ、夢林道花泊まりというお宿ですが、黒川温泉では珍しい、食品の持ち込みができるお宿です。それでは、茶小屋跡を出発し、442号線と交わる交差点まで、松並木沿いに走っていきましょう。左側に松並木が2列並んで続いていますが、これが九十街道の名残なのでしょうか。ところどころに、道幅を超えるほど大きく枝葉を伸ばしている、立派な松の木も見受けられます。国道に出る前の駐車場に、車を止めます。駐車場脇に、瀬本松並木の由来が書かれた案内板がありますね。その案内板の脇に、松並木の街道に入る入り口があります。昔の街道とはどんなものなのか、少し歩いてみます。思っていたよりも狭い道で、本当にこれが昔の街道だったのでしょうか、と思わせる道幅です。この道幅では、荷車もすれ違うことができませんよね。蜂でしょうか、私にまとわりついてきました。気に入られたようで、なかなか離れてくれませんが、そのまま無視して先へ進みます。大きな松の木の下には、松ぼっくりがたくさん落ちています。この辺りは、だいぶ道幅が広くなっていますね。もう15時を回っています。そろそろ車に戻って、宿に向かいたいと思います。今日の宿、夢林道花泊まりです。花泊まりは、黒川温泉の和風旅館、夢林道の別館で、全客室温泉付きの小さなお宿です。駐車場脇には、足湯が設けられていて、そこから谷を渡る廊下を通って、受付のある母屋に行くようです。それでは、お出迎えの方と一緒に、フロントへ向かいましょう。母屋のフロント前です。中に入って、チェックイン手続きをします。フロントのカウンターがありますが、県民割などの書類は、こちらのテーブルの方で記載しました。手続きが済んだら、客室に案内していただきます。今回のお部屋は、開花になるようです。花泊まりには、フロントのある2階と、階段を降りた1階を合わせて、2種類5部屋の客室があります。
今回はその5部屋のうちの和室6畳にベッドルームがついたタイプの部屋を予約しています。こちらがその部屋、連業です。引き戸を開けて中に入ると式台と上がりがまちがついた玄関となっていて、その先に襖があり、部屋への出入り口となっています。6畳の和室には幅広のテレビボードの置かれた板畳や床の間がついており、見た目広く感じます。テレビボードの脇には空気清浄機、床の間の脇には茶器セットが置かれた棚が窓下に設けられています。障子で仕切られた先は2台のベッドが置かれた洋室になっています。お好きな方をお使いくださいと言われましたが、さてどちらを使いましょうか。化粧用のテーブルと椅子でしょうか。大きな鏡がついています。ベッドルームから廊下を通って洗面所の方に行けるようです。廊下を出た先にはミニキッチンと洗面台が一体で作られています。ミニキッチンの奥へ行くと広縁がありテーブルと椅子が置いてあります。広縁の外は3畳ほどのテラスになっていて、田の原川の流れを望むことができます。洗面台の脇の引き戸を開けると脱衣室になっています。棚には脱衣かごが一つ、かごには足拭きマットがかけられています。楽しみな風呂を覗いてみましょう。4畳半ほどの広さでしょうか。湯船は大人2人がゆっくり入れそうですね。窓にかけられたすだれからは田の原川が望め、川の流れの音と相まって単露天といった感じですね。シャンプーやリンスの他にかかとの角質落としもありました。脱衣室の向かい側はトイレになっています。広いとは言えませんが、ゆったり座ることができる広さはあります。コーナーの棚に置いてあるポプリが可愛いですね。洗面台に置いてあるドライヤー、化粧水などです。棚の上のカゴの中にはヘアブラシ、カミソリ、歯磨きセットが入っていました。小さなシンクとプレートヒーターのついたミニキッチンにはおしぼりやドリップコーヒーセット、グラスなどが備えられています。ヒーターの下の冷蔵庫を開けてみると、扉のボトルには飲料水、棚には4個のグラスが冷やされていました。ミニキッチンの小壁を隔てた横にはお弁当などの温めに便利なレンジがあります。ベッドルームに戻り、クローゼットの中です。角盆には浴衣と帯が一組、その横に貴重品金庫があります。上に目を向けると笑えるくらいハンガーがかかっていました。テレビの横にはちょっと気の利いたアイテムが2つ、床の間には額入りの女将のねぎらいの言葉、ちょっと文字が切れていたのが残念。床の間脇の棚には電気ポットと茶器セット、ウェルカム茶菓子は黒豆きなこゴーフレット。ひとしきり部屋を探訪したところで汗を流しに行こうと思います。
4は調節してあるということですが、入る前に確認してみることにします。私には少し低く感じましたが、入ってから、湯量で調節しようと思います。縦湯をたっぷりして、湯慣らしするとともに汗を流します。湯船から溢れ出る湯音を聞きながら、体を沈めます。すだれを上げて、田の原川の流れを見てみます。この位置からだと、隣部屋のテラスも見えますね。少し湯音が低いので、熱い源泉を足して、時々湯を混ぜながら、入ってます。こちらの温泉の泉質は、ナトリウム硫酸塩、塩化物泉で、加水なしの源泉かけ流しです。そろそろお腹が空いてきました。着替えて出かけることにしましょう。旅館組合風の屋に車を止め、別鎮坂を下って、丸鈴橋のたもとにやってきました。時間は19時少し前、今夜の食事は、美味しいと評判の味どころ、中、でいただきたいと思います。こちら中は、黒川温泉では数少ない、夜間も営業している店で、21時まで開いています。一人ゆえ私はカウンターに通されましたが、小上がりの座敷には、個室風の座席が5卓あり、グループやファミリーでも利用しやすくなっています。テーブルは大きいので、5、6人でも座れそうですね。汁と漬物がセットされた12種類の定番メニューです。単品は10種類で、アルコール類を含むドリンク類は11種類。その他に、季節ものメニューがあります。私は定番メニューの中から、だご汁と地鶏飯を頼みました。地鶏飯は、鶏肉の脂の旨味とみりんの甘さが程よく調和し、少し薄めの味付けですが、とても美味しく、これだけでも箸がどんどん進みます。また、せいろに入っていて、食事中も温められているので、最後まで温かいまま美味しくいただけます。実は、お客様がいてカウンター席というのもあって、撮影はしていなかったのですが、ちょうどお客様が帰られ、美味しいものの情報は必要と思い、2杯目から録画しています。炊き込まれている鶏肉は大きめなので、肉の弾力も鶏の旨味もしっかり感じ取れます。味噌仕立てのだご汁は、大分県風で、幅広な麺のような感じで、つるっとした喉越しです。追加で頼んだ、カンパチの釜の塩焼きです。カボスを絞って、いただこうと思います。せいろの中には、まだ地鶏飯が残っています。釜の塩焼きもあります。
3杯目のおかわりをするかどうか考えながら、だご汁を食べています。カンパチのカマ、ブリカマほど脂が強くなく、ほのかな酸味がありますので、軽くいただけます。残すには忍びないので、せいろに残った鶏飯をすべて茶碗に盛りました。お腹はかなり満ちていると思うのですが、まだいくらでも入りそうな鶏飯です。カンパチのカマも、きれいにいただきました。3杯目の鶏飯もきれいにいただきました。最後にだご汁も飲み干して、完食です。とても美味しいだご汁と地鶏飯でした。ごちそうさまでした。外はすっかり暗くなっています。宿の明かりや街明かりが、温泉街を柔らかく照らしています。川端通りをゆっくり歩きながら、黒川の夜の街を散策して帰ろうと思います。この明るい店は、杉陽峰園の売店ですが閉まっています。こちらは、山の湯さんの足湯です。自動販売機の明かりが、異様なくらい明るいですね。洞窟風呂のある神明館です。こちらは、お宿黒川になりますが、館内にある喫茶ウフフと、5つの貸切家族湯は、まだ営業中となっていますね。
黒川地蔵の境内も明るく照らされています。囲碁坂を登っていきます。囲碁坂大杉の湧き水です。この階段を登り切ると桜通りに突き当たります。桜通りにやってきました。お酒とお土産品を扱う後藤商店はまだ開いています。桜通りを風の屋の方へ少し行くと、地元の人たちが生活で利用する温泉、囲碁坂地獄があります。囲碁坂地獄から少し歩くと、街歩きの時に休める休憩所があります。その先が風の屋のあるふれあい広場で、駐車場となっています。時間は20時少し前。皆さん、宿や家に戻られているのでしょう。駐車している車が少なくなっています。私も宿に戻ります。フロントに帰りましたと声をかけると、中からお帰りなさいと返事が返り、家に帰ってきた気分です。浴衣に着替える前に軽く湯に入ろうと思います。厚めにしたいので源泉を足しにします。もともと縦流しとなっているのですから、気温は 2,3 分で調節できます。浴衣に着替えて茶菓子のゴーフレットを食べながらテレビを見てまったりしています。このゴーフレット、黒川温泉の宿共通の茶菓子のようですが、昨夜いただいたものと図柄が違っているような気がします。さてここでゴーフレットを食べながらこの宿の宿泊プランについて説明したいと思います。ここ夢林道花泊まりは持ち込み可能の宿であるとともに、黒川温泉で唯一のコーディネート型温泉付き客室の宿です。宿泊中の食事は素泊まり、朝食のみ、夕食のみ、そして朝夕食事付きを選ぶことができます。温泉も本館の露天湯も無料で利用できるので、自分の好みに合わせた組み合わせでコーディネートできるのです。提供する宿は大変でしょうが、客としては利用しやすいですね。各プランの料金については動画の最後で案内したいと思います。夜も更けてきました。とは言ってもまだ23時前ですが、今夜は早めに寝ることにします。おやすみなさい。温泉付き客室の最大の利点は、いつでも好きな時に温泉に入れるということ。共同湯のように利用時間を気にすることもないし、貸切湯のように時間に縛られることもない。朝7時前、目覚ましの風呂にゆっくり浸かります。すだれを上げて朝の爽やかな空気も取り込みます。
つ目の風呂で、すっきり目が覚めたら朝食です。朝食は、部屋に運ばれてきます。カゴに入った小鉢には、地元野菜を中心とした、一品料理が一品ずつ盛られています。別皿には、鮎の唐揚げ、明太子、からしれんこんなど、新鮮野菜のサラダと牛乳、地元産秋景色のご飯と味噌汁、温かい鍋物として、湯豆腐がコンロに乗っています。夕食付きのプランなど、プランによっては、本館の夢林道へ送迎してもらって、食事をすることになるようですが、朝食のみの場合は、部屋食のようです。おひつのご飯を、茶碗に盛ります。湯気が昇るご飯を前にして、いただきます。まずお味噌汁。これは一口大の団子が入っているだご汁でした。黒川温泉の宿で多く使用されている秋景色というお米。主に阿蘇周辺で作られているお米と聞きますが、粘り気が少なくあっさりしているのに、甘みが強くふっくらしている美味しいお米だと思います。野菜が不足しがちな私の食生活。少しでも不足を解消してくれるものと思い、野菜サラダや野菜を使った料理は、極力残さず食べるようにしています。鮎の唐揚げ。外はサクサク、中はふんわり、美味しいです。明太子、朝食の定番の一品ですね。小鉢に入った野菜料理の数々、それぞれが違った味付けで、少しずつ楽しめるのが素敵です。ご飯をおかわりします。湯豆腐を器に取ります。だしは豆乳を使っているので、スープとしても美味しくいただけます。箸についたものを舐める癖、
我ながら恥ずかしいですね。高菜の漬物、九州では定番です。これは大根の塩麹で炊いたものでしょうか。とても美味しかったですね。最後に残っている漬物を口に運び、豆乳スープも飲み干しました。梅干しは、口の中を爽やかにする食事の締めです。アフタードリンクは、ジャージー牛乳です。心尽くしの朝食、どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。チェックアウトの時間まで、まだ1時間以上あります。ミニキッチンに置いてあるドリップコーヒーを入れていただこうと思います。コーヒーカップにセットして、お湯を注ぐだけのものです。湯沸かしポットまで持っていき、湯を注いできました。パックの中の湯をしっかり切って、出来上がりです。普段砂糖は入れないのですが、今日は甘さを欲してました。コーヒーを飲んだら、旅の支度を整えます。コーディネートができる宿、夢林道花泊まり、とても素敵な宿でした。皆さんも、自分の都合に合わせてプランの選択ができるこちらのお宿、
機会がありましたら、ぜひ利用されてみてください。さて、今回の宿泊代金ですが、朝食のみがついているプランで、1室1人の利用で、18,700円、県民割を利用して、実質13,700円でした。参考までに、各プランの2名利用時の料金です。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。これからも、九州の温泉地や景勝地を巡ります。また次回の動画で、お会いしましょう。それでは、お元気で、さようなら。